ナイアル・ジョン・クイーンンベは、アイルランド共和国ダブリン出身の元サッカー選手、元アイルランド代表、元サッカー監督、実業家。2011年10月まで、サンダーランド AFC の会長を務めていた。大英帝国勲章を名誉受勲者。現役時代のポジションはフォワード。現役時代は、1980年代、1990年代、2000年代と、 プレミアリーグのアーセナル FC、マンチェスターシティ FC、サンダーランドでプレー。アイルランド代表としては92試合21得点を記録し、その間に UEFA 欧州選手権1988、1990FIFA ワールドカップ、2002FIFA ワールドカップに出場した。アーセナル少年時代は、 サッカーの他にもハーリングの選手としても活動しており、1983年には全アイルランドマイナーハーリング選手権の決勝戦でプレーする等全国的に名の知られた若手有望選手であった。サッカーの方では、プライマリースクール時代の1978年にジェラルリンカップで優勝し、セカンダリースクール時代の1983年に レンスタースクールカップを獲得している。また、同年には、フラム FC のトライアルに参加し、ポール・パーカーらと練習を受け、ユースチームとリザーブチームの2試合に出場。その際に、センターバックとしてプレーしていたクイーンは、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC とのリザーブリーグ戦で、クライブ・アレンに5得点を挙げられてしまい、マルコム・マクドナルド監督から厳しい出席され、 失意のどん底でダブリンに帰国した。その後、ハーリングで一定の成功を収め、また、夏にオーストラリアで1ヶ月間行われたゲイリックフットボールのツアーに首相として参加した際に、オーストラリアンフットボールのシドニースワンズとメルボルンフットボールクラブのプロ2チームからオファーを受けたことでプロ転向を志していた。しかし、同時期に、 アーセナル FC からトライアル参加を打診されると、当初は乗り気ではなかったものの、母の説得もあって9月に5月以来となる。ロンドンへ渡ることになったクイーンは、今度はセンターフォワードでプレーし、最初の試合でハットトリックを達成、次の試合で2得点を挙げる活躍を見せ、10月12日にアーセナルから3年契約を提示され、サッカー選手としてのプロキャリアを開始した。 加入から2期は、出場機会が訪れなかったが、1985から86シーズンにリザーブチームで18試合18得点と、結果を残した結果、1985年12月のリバプール FC 戦で、トップチーム初出場を飾ると、プロ初得点を挙げ、最終的にリーグ戦12試合に出場して、シーズンを終了する。 翌1986から87シーズンは、ジョージ・グラハム新監督のもと、19歳の若さながら、定位置をつかみ、マーティン・ヘイズ、ペリー・グローブス、チャーリー・ニコラスらと攻撃を牽引し、リーグ戦35試合8得点で、チームの4位、さらにフットボールリーグカップ制覇に貢献した。だが、1987から88シーズンに、アラン・スミスが加入した影響から、 対談するまでの2期半を控えで過ごすことになり、出場機会を求めて1989から90シーズンに遺跡要望書を提出することにつながった。アーセナルでは94試合20得点を記録した。マンチェスターシティ1990年3月に遺跡金80万ポンドでハワード・ケンドール監督率いるマンチェスターシティ FC と契約すると、 シーズン終盤での加入だったが、初出場となった、チェルシー FC 戦を含む9試合4得点を挙げ、降格圏の18位だったチームを14位に押し上げることに貢献。在籍6期で245試合78得点を挙げたクイーンは、1990から91シーズンにはチームの得点源として22得点を挙げ、また、1991年4月20日の ダービーカウンティ FC 戦では、先制点を挙げた他にも、前半に、ディーン・ソンダースを倒して多場した GK、トニー・コトンの代役を務め、ソンダースのペナルティーキックを防ぐ活躍を見せた。1993年8月、かつて指導を受けた、ケンドール監督率いるエバートン FC から移籍金200万ポンドの、オファーがされるも、ブライアン・ホールトン新監督の評価が高く、 残留することになった1993から94シーズンは、11月7日のマンチェスターユナイテッド FC とのマンチェスターダービーで、前半のうちに2得点を挙げると、チームを牽引していた。しかし、11月下旬のシェフィールドウェンズデー、FC 戦での膝十字人体を負傷したことで、長期離脱となると、1994から95シーズンに復帰後は、 ポール・ウォルシュとウーベレスラーの存在から、常時先発出場こそならなかったが、35試合八得点と、一定の数字を残した。1995年5月下旬に、スポルティング・クルーベでポルトゥガルと合意すると報じられるも、契約に関する相違から最終的に移籍話は、消滅した。サンダーランド1996年8月15日に、移籍金130万ポンドで、 プレミアリーグのサンダーランド AFC と合意する。8月18日のレスターシティ FC 戦で51分から初出場を飾ったクイーンはスティーブ・ウォルシュやケイシー・ケラーの高守備から得点こそ奪えずにいたが攻撃を活性化するプレーでマン・オブ・ザ・マッチに選出され次のノッティンガム・フォレスト戦で2得点を挙げる上々のスタートを切った。しかし9月21日の コベントリーシティ FC 戦での膝の負傷で長期離脱すると、その間にチームは低迷し、4月上旬の入滑するユナイテッド FC 戦で復帰を果たすも、チームの危機は救えずに、最終的に2部への降格となった。1997年8月16日、同年に完成したクラブの新スタジアムである、スタジアム・オブ・ライトのコケラ落としとなったフルス・マンチェスターシティ戦において、 最初に得点を挙げた人物となる。1997から98シーズンからは、新加入のケビン・フィリップスとのコンビで得点を量産しており、2シーズンでのプレミアリーグ昇格の原動力となると、プレミアリーグ復帰1期目の1999から2000シーズンでは、2人で44得点を挙げ、シーズンを7位で終えることに貢献した。2002から03シーズンは、 ピーター・リード監督の下で選手権人コーチを務めることになったが慢性的な背中の負傷から引退を決意し2002年11月10日に本拠地で行われたトッテナムホットスパー FC 戦でのハーフタイム中にファンへ別れの挨拶をする10月19日のウェストハムユナイテッド FC 戦が現役最後の試合となった1986年5月に アイスランドで開催されたアイスランド代表、チェコスロバキア代表、アイルランド代表の参加国によるアイスランドトライアングラー大会のアイスランド戦で85分から初出場、1987年のイスラエル戦で初得点を挙げ、代表引退までに92試合21得点を記録する。なお、この十一得点は当時の代表最多得点であり、二千四年十月に ロビーキーインによって塗り替えられるまで記録を保持していた。主要大会では UEFA 欧州選手権1988、1990FIFA ワールドカップ、2002FIFA ワールドカップの3大会に出場し、欧州選手権では首相フランクス・テープルトンとの交代で出場したイングランド戦のみだったが、1990年大会ではグループリーグ最後のオランダ戦で、 同点弾を上げ、決勝トーナメント進出に大きく貢献した。1994FIFA ワールドカップは予選で12試合すべてに出場し、本大会出場に貢献したものの、クラブでの試合中に十字人体損傷をしたことで、出場を断念。35歳の誕生日となった2001年10月6日の 2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でのキプロス戦において、 代表最多となる21得点目を挙げる。2002年大会は、ロビー・キーンとダミアン・ダフの存在から常に控えだったが、グループリーグのドイツ戦において、フリックオンで、ロビー・キーンの同点弾をアシストし、決勝トーナメントのスペイン戦では、ペナルティーエリア内で、フェルナンド・イエロからユニフォームを引っ張られて、ペナルティーキックを獲得する見せ場を作った。PK を、 ロビーキーインを成功させて試合終了間際に同点に追いついたが PK 戦の末に敗退となると大会終了をもって代表からの引退を発表した2002年に現役引退した後はスカイスポーツで主に自身の古巣の試合で解説者を務める仕事をしていたが2006年7月にドラマビルコンソーシアムの代表として古巣のサンダーランド AFC を買収し クラブのチェアマン兼監督に就任した。ドラマビルコンソーシアムは8人のアイルランド人と1人のイングランド人実業家による共同組合で、クイーンは1000株を保有している。監督としては2006から07シーズン開幕から4連敗と成績不振に陥り、8月22日のリーグカップでベリー FC に敗戦後に次の試合から新監督が指揮を取ることを発表。 ロイ・キーインを28日に監督に据えた。サイパン事件以降、関係が亀裂していたキーインを連れてきたことは大きな驚きとなったが、キーインは連勝に次ぐ連勝をもたらし、このシーズンを優勝で終え、プレミアリーグへの自動昇格を勝ち取った。2011年10月に会長を辞任するとともに、サンダーランドの国際的発展の担当ディレクターに就任。 家庭やサッカー以外のビジネスに専念するため、2012年2月にアイルランドに帰国することを発表し、その後、衛星ブロードバンド事業を展開している。ティッペラリー県サーレス出身の両親のもと、ダブリンに生まれる。父ビリーは元ハーリング選手であり、叔父のナイアルコンドンも同じくハーリング選手、オバメイはサーレスの市長だった。アイルランド出身のモデルのジリアンと結婚し、 二人の子供を授かる。ジリアンはモデルの他にもテレビの司会者やピラティスのインストラクターとして活動している。2002年にゴーストライターのトム・ハンフリーズによる自伝、ナイル・クイン・ザ・オートバイオグラフィーを出版する。同書籍は高評価を受け、ブリティッシュ・スポーツ・ブック・アワーズを獲得し、ウィリアム・ヒル・スポーツ・ブック・オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。 2002年5月にサンダーランド AFC とアイルランド代表のテスティモニアルマッチを開催。当初、ロイキーンも出場する予定であったが直前で故障を理由に出場をキャンセル。しかし、試合当日にショッピングをしている姿がマスコミによって報道され、バッシングが巻き起こり、翌月のキーンのアイルランド代表離脱事件の伏線、ともされる。ただ、これに関し、 クイーン本人は、キーンに含むところはないと表明した。2002フィファワールドカップ直前のサイパン合宿で、キーンがミック・マッカーシー監督と衝突し、代表チームから追放される事件が発生。クイーンはこの事件に際し、代表チームの最年長者として、事態収集に奔走するも、キーンからは、マッカーシー監督の肩を持ったと見られて、恨みを持たれることになった。 同大会後もキーンはメディアにおいてはクイーンへの敵対姿勢を崩さないままであり、実際2002年9月に行われたプレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC とサンダーランド戦では同じくアイルランド代表の同僚であったジェイソン・マカティアとキーンが乱闘騒ぎを起こし、仲裁に入ろうとしたクイーンをキーンが無視してロッカーに引き上げるというシーンもあった。だが、 キーンは2006年にクイーンの求めに応じてサンダーランドの監督に電撃就任している。二人のコンビはサンダーランドを二部優勝に導き、さらに2007年夏のオフシーズンにクイーンはロイキーインに大金を与えて彼が望む選手を次々に獲得するなど周囲の懸念と当枠をよそに二人のコンビは順調に機能している。出展、出展。 代表での得点アーセナル FC、サンダーランド AFC 勝ち点、得失点すべて同一だったため、くじ引きでアイルランドが2位、オランダが3位となった。ありがとうございます。